年目、強肩俊足のスイッチヒッター中田圭介選手。今年支配下登録は叶いませんでしたが、来年以降を見据えて日々練習を重ねます。今回、残念ながらその支配下登録とはなりませんでしたけれども、その時って国務委員監督とかからはどんな言葉をかけられたんですか？期限が終わった次の日にこうなんかこう特打をしてくださって、ボールで伝えられたっていう、来年は活躍してくれよみたいな、ボールからこう伝わってくるものがありました。中田選手はどんな思いでその特打受けていたんですか？いや、もうなんかもう考えることもできないぐらいこうめちゃくちゃきつかったんですけど、でもなんかこう一球一球こうそういう思いがなんか乗ってた気がしたんで。その成果もあって8月12日には今シーズン初ホームラン。目標を来年の支配下登録に切り替えて、すでにスタートを切っています。今回は中田選手の脳内を大開封したいと思います。恥ずかしい。恥ずかしいですか？普段何を考えているのか、ちょっと脳内をこちらに書いていただきたいんですよね。練習の虫と言われる中田選手がいつも考えていることとは？やっぱりもう大部分は野球ですね。休みの日も野球のことを考える時が多いってことですか？なんか体のケアをしに行ったりとか、夜は友達とご飯とか。その入りでのこの友達と食っていうことですね。さすが練習の虫、常に頭は野球でいっぱい。一軍でやっぱ活躍したいっていうのがずっとあるんで、ドームでやっぱ活躍するってところがずっとこう幼い頃からの夢だったんで、そのためにどうすればいいかっていうのを考えて、生活してる感じですね。全てこう野球につながるように考えてる感じなんです。